はい、761回始めます。2023年2月3日深夜でございます。そろそろ2月4日に入ろうかという時間帯に今日もなってしまいました。今日早く来たんですけどね、なんか時間経つの早いですね。本当に寒いっす。体力ストーブ3台炊いても足りないぐらい寒いっす。前もってちょっと最近増えてきたんでね、これもう761回ですか。早いっすね。再生リストっていうのを作りましたんで、作ってるんで、それ使っていただくとね、10本とか20本とか一気に聞けるんで、暇つぶしに使ってもらったらなと思います。再生リスト、はい、チャンネル登録とね、高評価ぜひぜひお願いします。今回761回、文春オンラインから、ドコモショップとかね、あと au ショップとか、ソフトバンクショップとか、いわゆるスマホショップ、なんていうんですか、携帯ショップってですか、ありますよね。あそこがね、まあ私前々からこれね、気になってはいたし、分かってはいたんですけど、大変だと営業が、あそこ、うん。何が大変かって、ノルマが大変っていうことでね、文春オンライン出てます。今回は、ドコモショップのこと書いてました。うん。まともに営業している店は0点、これが現実なんですと。ドコモショップの、ドコモショップが転売屋依存に追い込む地獄のノルマっていうことでね、内部資料入手っていうことで、文春オンライン載ってました。ドコモショップの、地獄のノルマ、転売屋っていうのは転売とバイヤーかけた、日本語ですね、転売屋。これね、ドコモショップだけじゃなくて au ショップとか、今回ドコモの話ですけど、 au とかソフトバンクも一緒だと思いますよ。国内キャリア1位の NTT ドコモが販売代理店のドコモショップ、を100点満点5段階、に分けてランク付けしていると。で、次の3、なんだ、ランク付けで評価し、最低ランクの I となった店舗については次の3ヶ月で、まあなんとかかんとかランクを獲得しない限り閉鎖対象になってしまうということを書いてます。いやー、まあまあどこのね業界でもね、営業ノルマとか、営業目標とかね、そういうのありますけど、まあドコモとか au ショップとかそういうとこ大変なんですよ、見てると、新規の獲得とかね、今もうスマホも携帯もね、もうまあ飽和状態ですから、これ新規顧客獲得しろっつったってね、もうみんな持ってるんだから、契約して、それでね、今もう人口減だし、今までのようにね、新規お客さん作るなんてね、ほぼ不可能なんだけども、やっぱり営業を続けていくにはある程度のノルマが必要だということ。あとドコモの場合は、あれですね、新しく社長に就任した井なんとか社長、64歳は、今年度時点で約2300店舗ある、ドコモショップを2025年度までに約700店閉鎖する方針を打ち出しており、まあ各店舗生き残りをかけて必死の、ノルマをこなしているということで、まあノルマ、まあ何の業界でもありますよね、ありますけども、まあね、このショップ、通信キャリアのショップね、大変なんですよ。外から見るからに大変ですよ、結局ね、スマホ普及するときは良かったんですけど、もう普及しきった今、壊れでもしない限りね、例えば私みたいなおっさんなんかは、スマホが壊れたと、画面が割れたとかいうことじゃない限りね、買い替えなんてほとんどしませんし、もっと言うと回線増やそうとも思わないしね、会社でもしてたら別ですけどもね、2台3台持つっていうなら別ですけど、あと今問題になってる転売屋、転売とバイヤーかけたこの日本語転売屋、これにやっぱりね、そのノルマをこなすには、この転売屋を利用しなきゃならないっていうね、
転売屋依存っていうのがあるみたいですね。この転売屋を利用してノルマをこなすっていうのがね、私ちょっと想像できないというか難しいんですけど、転売って結局ね、安く買って高く売るっていうのは転売屋ですから、まあその端末の話なのかな、あの iPhone とか、うん、それを安く買って高く売るっていうのは転売屋ですから、それを使わないとなんか問題になってるみたいですけどね、この転売屋、この転売屋をたくさん使わないとこのノルマを達成することができないみたいなね、うん、でノルマが大変みたいですね、地獄のノルマっていうことで、かなりまあ、詳しく書いてますけどちょっと端折ります、うん、でも頭に普通に営業してる、誠実に営業してる店舗はそのノルマ達成のその評価点みたいなのがまあ間違いなくゼロになるよっていうことで、やっぱりね、ちょっとあんまりね、社会的にね、良くないような転売屋に依存せざるを得ないと、ノルマ達成のためには。もう生き残るためには、未然を切って、転売屋を利用し、依頼し、目標数値を達成するしかないんですと。店舗閉鎖、免れるためにはってことで、悲痛な、ドコモショップからの叫び、載ってますね。文春オンライン、内部資料なんかも入手して。まあ、厳しい世の中ですよ、今このドコモショップとか au ショップとかに限らず、通信キャリアのショップもそうだしね、これ昔からそうですよね、見るからに大変そうですよ。あとね、今まあコロナ禍っていうのもあるのかないのか、まあどの業界もコンビニはコンビニでね、人は集まんないし、外人ばっかりになってきたしね、私のいるところ地方でもね、外人のスタッフ店員見るようになりましたよ、だいぶ。東京なんかもうとっくにね、外人だらけですけどね、コンビニスタッフって言ったら、あとトラックのドライバー、物流のドライバー足りないしね、ヤマト運輸とか見てると、佐川とかもなかなか大変みたいだし、まあ、私のいるね、高齢者施設、まあ、介護員とかね、これも足りないし、学校の先生も足りないし、保育士の皆さんも足りないし、ね、床屋はいっぱいあって、単価が下がってて大変だしね、美容師さんとかね。もう世の中みんな大変、うん、単価は下がって給料は低いし、正規非正規入り乱れて本当にね、働く人間大変ですよ、この世の中は。まあそれでもなおかつね、社会保険料とかどんどん上がっていくしね、物価も上がっていくし、本当に給料は増えないが支出は増えるというね、このスパイラル、悪循環どうにかならんもんかねと。そりゃ日本捨てて、カナダとかオーストラリア働きに行きますよ、若い人。もういいしますよ。うん。頑張ってくださいっていうね。日本見切り、見切ってね、海外に飛び出るっていう若者がいるのも、これ致し方ないですよ。止める気にもなれないしね。うん。あと、もっと問題なのがね、今まで割とね、まあ、労働者少ないんであれば、外国から呼んで、低賃金労働者呼んでっていう話ありましたけど、今ぐらい円安進んじゃうとね、まあ、インドネシア人とかベトナム人とかね、その他フィリピン人の方々とか、日本で働いても稼げないですからね、これだけ円が弱くなって、うん、賃金安くなっちゃうと、うん、これ海外のその労働者の獲得合戦、引き抜き合戦、日本負けますよね、これから台湾とか韓国とか中国とかにね、うん、そうなってた時に本当にね、これまで外人入れればいいじゃないかと、安い労働力、技能実習生として入れればいいじゃないかみたいなことを言ってた人もいますけど、そういった方々だってもうね魅力なくて来ないですよ、日本なんて、うん、給料安くてやってられんと、国に仕送りできんと、うん、もうなってますよね、うん、本当にね、まあ、ドコモショップから始まってちょっと脱線しましたけども、どの業界も皆さん大変です、本当お疲れ様です皆さん、頑張っていきましょう、いいことあるさ、うん、地味にね、質素倹約して、まあ、米が食えりゃいいんじゃないですか、米食えてもやし食えて、もやし安いですからね米、もやし、あと味噌汁、これぐらいで、むしろ健康にいいんでね、粗食っていうのは、皆さん、頑張っていきましょうということで、廃屋で叫んでみました。761回終わりにしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。